おはようございます。熱下がったかな。ちょっと測ってみます。下がってると、いやびっちょびちょです。今息替えなきゃ。寒い寒い寒い。昨夜はあんまり眠れてません。昼間寝ちゃったせいか寒くて寒くて寝れなかった。とにかく着替え着替えで、今もびちょびちょ、もう着替えないと寒い。頭痛い。お、下がってるといいな。やった。やった。36.2 度。ちょっと行きはいけないな。でも今日無理しちゃうとまだね、熱上がってくるんですよ。この昨日も朝 36.5 度だったんですよ。朝測ったら、で朝ですよ、目覚めた時したらすぐ 37.5 度、 38. いくつってどんどん上がっていっちゃうんですよ。寒かった。いやよ、もう一回測りましょう。吐き気やろって。そうですね、吐き気やねと寒くて。ちょっと待ってください。ああびっちょびちょ、ね、寒い寒い。寒い寒くて、寒い、やべ、寒い。逆じゃねえかこれ。逆に来ちゃった。ああ、ちゃんこなんで。ああ、寒い。まずい。まずいかよ。まずいかよ。ああ、寒い寒い。裏返しにしちゃった。ちゃんこ選んで。寒い寒い寒い。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。下がってる。買ったよ俺、病気に薬なしで。高木さんありがとう、差し入れ聞いた。差し入れ聞いた。何も口にできなかったからね。5時44分、もう切る時間だぜ。 36.8、 また上がってきた。どんどんこれ上がっていくんですよね。これで38度すぐ超えちゃうんですよ。どんどん上がっていって37度超えちゃうのすぐなんですよね。また上がってきちゃった。なんだよこれ、ぬか喜びさせんなっていうの。頭痛い。
猫たちはずっと具合悪い時一緒にいてくれました。猫たちと峠を越えました。本当にな、ありがとう。具合悪くてね、猫たちが心配して、猫たちがいてくれたんで、ああ、体調悪い時なんか自分のベッドでは寝れません。あんなロフトでね、上がったり降りたりできない。トイレも年中ちょこ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 無理。死にます。階段から落ちます。マジで治ったかも。マジで治ったかも。マジで治ったかも。シャワー浴びちゃおう、今から。もうシャワー浴びちゃおう。頭痛いのは治ってないな。全身筋肉痛。治ったな、俺治ったぞ。完璧だぜ。完璧。あれ、エラーだ。なんだよ。エラーじゃねえか。
俺気合と根性薬なしだからね。薬なし、薬いらねえよ。自己治癒力、免疫力を上げていくだけだよ。ポカリスエットで頑張ったぜ。リポビタンデーとポカリスエットだけで。風邪ひいても一日一食で乗り越えたよ、おかゆだけで。やったー、超人、超人ですよ、俺は。やっぱり俺は超人だよ。波じゃねえぜ。寝込んだな、やった、また上がってきちゃった、また上がってきちゃったな。あれ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 、また上がってきたな。あれ、待てよ待てよ待てよ待て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 よ。あれ、興奮して上がってきてんのかな。待てよ待てよ待てよ、もう一回。治ったぞ治ったぞ。この治り際大事にしないと、ぶり返したらやばいんだよな。今日だけはゆっくり休ませてもらおう。ヒートテック着て寝てましたよ。あれ、まだなんねえのかな。なんだよ。昨日なんか通せるって、体温計させたまま眠っちゃったり、すげえな、ここ、これ。年取っちゃって、これ。ね、これが年だよな、これ。まあ、若い頃のことを思い出してもしょうがないから、このシワだらけの顔で、頑張ります。これもね、あの人生のね、刻みだから、この刻みを、いい刻みをしていくことがいいことだと思うんだよ。美容整形で得た男の顔に、魅力も何もないよ。女性はいいよ。もともとメイクするから。そんなにね、美容整形しても。でも男っていうのは、なんだろうな。なんとかって言ったじゃん。嘘ついて、経営コンサルタントとかやってた人いたじゃん。誰だっけ。結局そういう、詐欺まがいなんだよ。男っていうのはね、自分の顔で勝負すんの。特に30超えた男の顔ってね、親からもらった顔じゃなくて、自分の人生経験によって顔が できてくるって言われるのよ。だからね、男の顔にね、刻まれた男の試合には、歴史があってね、味があるんですよ。あれ、また上がってきたな。また上がってきたぞ。37度超えるのかこれ。また37度超えちゃうのか。7日からボクシングですよ。2週からだから。もう7日からやってくれるって。優しいなぁ。野口先生。2週からやりましょうって。もう7日ですから、2週ってのは。嬉しいなぁ。野口コーチ、正月からコーチにぶっ飛ばされるで。
頭痛い。鼻水がズルズル。なったなった。あ、やっぱり上がってきちゃってますね。でも大丈夫、 36.8 度。まだ36度台ですよ。寒い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 。おはようございます。あ、鼻水やばい。鼻かましていただきますね。ひじなしさん、ちゃんとここでマイクオフ、マイクオフするからね。ひじなしさん、さすがだな。さすが。私は、はい、すべてをさらけ出す勇気と何度でも立ち上がる気概、負けても何度でも立ち上がる気概、そして気を見て、あー、乳首見えちゃった、ごめんなさい。ライン入ったな。ああ寒い。じゃあ今から布団直してシャワー浴びてきます。お、綺麗だよ綺麗だよ。みんな見て見て、見えてきましたか。え、こっからが綺麗になってくるんですよ、だんだんね。こっから7時ぐらいまで、6時台が一番綺麗ですね。じゃあ6時台に移すと一番いいんだけど。ではシャワー浴びてきます。アディオス。